ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回はノックは無用。監督はロイ・ベイカー。1952年の作品です。6月のニューヨーク。マンハッタンのマッキンリーホテルで出会った恋人に別れを告げられたばかりのジェットとベビーシッターに雇われたネル。偶然人生を交錯させた若い男女のそれぞれの思惑とは、というお話です。出演は、リチャード・イドマーク、マリリン・モンロー、アン・バンクロフト、ドナ・コーコラン、エリシャ・クック・ジュニアほか、スキャンダルも含めて、所属する20世紀フォックスにとって、金になる女優として頭角を現してきた頃のモンロー。セクシーなコメディエンヌの印象が強い彼女の、狂気をはらんだシリアスな演技が見物。くせ者共演陣も面白いサスペンスです。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。